はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日ですが、ヘチ釣りの道具紹介、主にリールですね、こちらを紹介いたします。大和屋が持っているリールはこちらのマットブラックリボルバーとヘチアスリートとヘチセレクションですね。あとこちらが両備のリールですね。こういったものを持っております。ただあんまり使ってないですね。ほぼほぼ使っているのが、こっちのヘチセレクションだったりヘチアスリートですね。この青色と銀色のやつですね。銀色のやつには主に P ラインを巻いていて、青色のものには下板を巻いて、外巻きにフロロカーボンを巻いています。こちらがサクラのマットブラックリボルバーです。最近購入したのがこちらのザ・ヘチリミテッド88の SDBG の25年記念モデルとなります。ヘチセレクションの黒を買った1週間後ぐらいに友達にこの存在を教えてもらって、ああと思いながらも予約して買ってしまいました。新品なので回転はこのように良好です。デザインとは今までのものと全く違ってかっこいいですね。でこちらに、私は16番という数字が好きなので、ここにナンバー16を選んでいます。でラージアーバーになるようにスプールの間にこのような仕掛けがしてあって、糸のよれが少なくなってます。でクリックストッパーが普通とは逆の位置についていて、竿で握りながらこちらのオンオフができるようになっています。右手でできるから便利ですね。持ち手なんかも普通とちょっと違っていて、なんかやっぱりかっこいい作りになっています。何より本当にラージアーバーのリールが欲しかったので、下糸パンパンに巻かなくてもこっから普通にフロロカーボン巻けるので非常にいいかなと思っています。比べてみるとこんな感じですね、前のモデルと。いや軽くて使いやすいかと思います。傷をつけるのは嫌だけど、そろそろ使ってみようかなと思っています。どの竿に合わせようか今検討中です。多分銀座風呂かな。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。今後も水質資源の保護に励んでまいります。応援いただけますと幸いです。